はい、とんがったバルーン。お願いします。はい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 、最終回どうですか、もう終わりですか。なんですか、その昨日の夜からオープニングは絶対最初の冒頭は最終回って言おうと思ったんですか。なんですかそれ。寝てないから早すぎますって、その言いたい言葉を言うことが。緊張しても。なんで緊張するんですか。緊張しても、おしっこも出ない。俺いろんな仕事してますけど久しぶり寝れましたもん。嘘。今日は全然さ、めっちゃ面白いでした。あ、こんなに気軽に来れる仕事というか。あ、そう。はい、ないなというぐらい。俺だけか。何にも。ただもう東京はもう37度。暑いね。暑いし、遠いし。ねえ。もう来るの疲れましたね。いや、いや来るの疲れたというか、もう来るの嫌だなー思ったでしょ、今。ちょっとなったでしょ。まず玄関開けようと。あ、もう玄関かなみたいな。はい、だってここに来るまで私1時間以上かかるんですよ。都内某スタジオね。はい、うん、遠いとこから来てるんですよ。暑いし。1時間かけてんすよ。うんうん、15回ぐらいもう帰りたいと思ってますけど、はい、ああでね、駅から遠いまでここね、そうですよ、わざわざ来てるんですよ、みんな都内某スタジオ、はい、なんでか、これ生放送というか、いやいや、カットなしですよね、都内某スタジオ、もう無理ですよ、全部ね、ただ流れなんで、これ、いや怖いね、まあ、まずはちょっとこれ、衣装、はい、あ、そうそう、だからこの間ね、これの1個前というか、ちょっと前流れてた、あの原田のバーで番宣やった時に言いましたかな。はい、どんな衣装かっていうのをね、終わりでましたけど、結構いいでしょ、このほら緑黄色、確かに確かに、うん、なんか鮮やか、なんか、ね、いいっすね、あの芸人やりたてのトリオがまずはこっから始めようかみたいな、はいどうも、なんかね、NSC 生にいそうな感じですよ、本当よ、フレッシュってフレッシュですわ、本当、この色の揃い方、ね、はい、こっから始める感じが、ちょっと僕は恥ずかしいですけど、喉だった、正直ちょっとなんかモヤモヤします、そう言われるとめちゃくちゃ恥ずかしい、ちょっとなんか揃えてる感じ、いや、まだなんか同じね、こう T シャツとかもフラッグに行くけど、この色しっかり分けて、しかもエアー上なんでこう分けてる、こだわってる感じがちょっと出てるのが、ちょっと僕はちょっとって恥ずかしくなりますけど、でもそれでもね、これあえて、もう瀬名さんが用意してくれたんで、あえてよ、ありがとうございます、本当、アイロンかけといたから、あ、思った、そうそう、めっちゃきっちりしてるかも、こういうとこが怖いよ、パナソニックのあの煙出るやつ、シワ一つなかったです、そのわざわざそのパナソニックって名前出すところも瀬名さんですよね、なんでいいじゃない、もうアイロンでかけたようだけでよかったんじゃない、そのもっとよりこのいいのでやりましたよ感出すのがね、パナソニックの煙出るやついいよ、いやだからすごい、いいやつ使ってますよっていうのはね、ね、まあ、はっきり言うよ、めんどくさいのよマジでこうだから会話するのがこれ、それも知識ないから、うん、まあだからそのめんどくささをいかにいじって面白くするかがもう2人のお仕事ですから、で今回呼ばれたのはです ね、もう長い付き合いですからね、さんさんと、プライベートでは散々ね、ちょっと改めまして自己紹介してないですよ、もう3分以上自己紹介してただただもう出そうおじさん2人と女性がなんかガチャガチャ喋ってるだけで、あのだから、自己紹介じゃ僕が言っときます、じゃあお願いします、緑川静香ことシータンです、お願いします、お願いします、静香ドリアンズの平井君、よろしくお願いします以上をもちまして、いや言ってくんないの、自分しなさいよ、自分は MC やるんだったら、ああだから僕はだから総合演出ですね、相変わらずね、人に指示して、まあ、そうですね、まあでもスッと言えて名前をふざけるいいやないか、それは原田のバーででしょ、うん、ここではもう一人の男ですから、そうそう、だからでしょ、めんどくせえ男なんだから言うなよ、もうごちゃ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 言わず、そうなんですよ、はい、名前お願いします、あ、もうですね、瀬名ですね、瀬名さん、そうね、瀬名さんです、瀬名さん、でも一個考えてるんです、はい、あのほらあだ名にしようかなと思って、おお、今後呼びやすいように、はい、緑川静香亭はあのシータン、緑って、ちょっとどういうことですか、亭って何ですか、緑川静香亭ね、いや、そのボートだと、建物、建物だと、ボートだとすれば、ボートだとすれば、うんうん、今家の話なんですよ、じゃあ家だとしたら、いや家だとしたら緑川静香亭は、はい、シータンっていう、うん、みんな呼ばれてるんです、あ、シータンね、はい、シータン、はい、で僕は一応ほら瀬名っていうね、この構成作家名があるので、はい、あの小学校4年生のしおんちゃんからはちょっとやんちゃだからセナゴンってあだ名をつけた、セナゴン、うん、なんかほら恐竜っぽい、ちょっと待ってください、もう俺はそんなことなかったですよ、セナゴンなんだ、うん、ちょっと後ろの女性の方がすげえバカにしてる、もう本当にあのすげえバカにしてるでしょ、街中で変なおじさん見た時っていう
見た今の見たみたいな、そのあんま緑川さんが見せないこのやっぱこのくすみ笑いというか、後ろから聞こえたんですけど、すいません、申し訳ないです。さあ、すいません、昔からのね、思い出のあだ名ですもんね、セナゴンね。カエルさんだって言えますか、セナゴン。この番組でセナゴンって言えますか。セナゴン言えるでしょ。セナゴン言えるでしょ、セナゴンなんだ。昔から言われてますもんね、ほら。小学校で、小学校で。言ってくださいよ、言ってくださいよ。そう、セナゴンって。で、シータン、シータンはもう慣れてんじゃん、ほら。シータンわかりますわ、シータン。いや、まあ一応俺もその、なんかやんちゃな怪獣みたいだからって、小学校4年生のしおんちゃんがセナだし、ゴンつけて、セナゴンってつけてくれたんですよ、小学校4年生。かわいいじゃないですか。俺は今後、やっていく上でセナゴンって言ったらいいですか、僕らは。出しますよ。セナゴン。それで行くんですね。行きます、行きます。もう本当申し訳ないですね。セナさんって言います。ちょっと読めないです、セナゴン。無理ですよね。無理です、今。だいぶ今、消化しようとしたけど、全部吐き出しました。気持ち悪くなっちゃってます。ダメか。まあ、でも、皆さんはね、見てる皆さんは、そのコメント欄とかには、セナゴンでいいと思いますけど。で、問題は平井くんなんだ、これ。どうなんですか？あだ名がないんだわ。ないでしょ、昔からあだ名。そんな決めつけることあります？指さして俺も生きてきたんですよ、小学、中学、高校といろんな友達いる方ですよ、僕は。いや、僕はライヒーとか、下の名前俊介なんで、俊介とか、いろんな名前を言われました。僕は DJ もやってるんで、 DJ 名でボブ、芸人の後輩はボブ、ボブニーとか。ボブめっちゃ合いますね。ボブいいね。ボブとか、はい、ボブとか言われます。暑い？いや、ちょっと、ごめんなさい、太ってるんですよ。その時点で気づかれてください。もうその一言はもう言わないでください。暑いね、暑い。僕は暑いですよ、この辺。暑いですよね。暑い、暑い。クーラーついてないもん。クーラーつけてないじゃないですか。知らない、スタジオだから、ここ使い方が分かんないんだよ、これ。ここだって言っちゃう。いやいやいや、それはもう、これやってられないのよ。よし、勇気持ってよっか。やめます。お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、今後ともお互い仕事はちゃんとしますんで、はい、その媒体でね、はい、ぜひご覧いただければなと思って、本当にクーラーもつけていただけない、スタジオって言ってもね、もう。日常になっちゃうよ。なるよ。雨です。今もう言われてるんですから、クーラーつけて寝てくださいってね、今もう。あるじゃん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 。ね、ちょっと繋いどいて。セナゴン。今これ流れてるんですよね。これ。大丈夫ですか、もう。原田さん怒りますよ、多分これ見て。お前がやりたかったのこれかって言われますよ。1本目なんてこんな。下半身を見せて、エアコンを調整してる映像なんて誰も見たくないんですよ。1本目なんてこんなもんなんだよ。あ、まあまあ大体始まりがね。でも、まあ、もう時間も10分っていう決められた限りなんで、何をするかだけちょっと。あ、そう。説明だけ。だからですね、この3人でたわいもない話をしましょうというのが、まあ基本コンセプトなんですけど、まあ、とんがったバルっていうね、番組タイトルなので、ちょっととんがったテーマをもとに3人の見解を聞いて、まあ、炎上 NG なので、この番組。それはもう見てる視聴者の方次第でもありますから。炎上 NG です。あ、そうなんですか。言葉遣いには気をつけて、はい、自分の意見をスムーズに解き放って解き放って、言葉に気をつけて解き放ってこんなやっていきます。言葉に気をつけるっていうことを言ってるってこと。もうちょっと自信ないです、僕は。思いますよ、そんな人の総合演出言われても。じゃあ考えてみて。たまらないっすわ。素人に好き勝手やられるプロ2人で、いやいや、もうやめましょう。素人とかそんなの言い方やめましょうよ。一緒、そらゴムゴムでやりましょう。その5人ですから。板の上だったら平等ですか。いや、そらそうですよ。それはもうやっていきましょう、ちゃんと。もう緊張が止まんないよ。大丈夫かな。不安ではないです。したらでももう終わっちゃいますよ、これ。うん、ね、10分って決められてるんでね。じゃあ1本目のトークテーマいきますか。はい、残り30秒で痛いが聞かせて聞かせて。何何。あ、1本目のトークテーマ、はだから、はい、ね、はい、いいですよ、もう長いですよ、20秒、はい、言って。 お金っていうトークテーマにしようと思ってた。あ、お金いいですよ、いいですよ。なんだお金は何ですか、テーマ。あのね、はい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 、ほら、騙されたことってあるでしょ。決めつけられると思わないですよ。あんまないです。あります、ないです。ある。お、そうですか。うん、で、ほら、お金をね、
カストキってさ終わりましたね。